俺だよということで、おはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。レオジン縛ります。今回の縛りプレイはですね、 HPK32、ラピッドファイヤー、つけて、グリップなしで運用してくださいというリクエストいただきました。本当にありがとうございます。ということで HPK30 なんですけども、ラピッドファイヤー結構つける人多いですよね。この武器を使うのであれば、この武器を運用するのであれば、ラピッドファイヤー結構ありなのではという、まあ、てかラピッドファつけてやっといい感じなのではと思うんですけども、この武器ね死なねえんだよな。確かにレートが高いのは本当に魅力的ではあるんですけど、4発キルの超高レートアサルトライフルなんですけどね。マジで今見つけたけど、 OK、 あの距離やれるか、やれた、よし。大口径ないとね、頭一個出したらちょっともう AR はきついですよね。特にグリップないですから、しかもこの武器グリップない、うへー、そんなに多分使用人数は少ないかな、確かね、そんなにいないよね。うわマジで OK、 ちょっときついなこれ。そう、そんなにいないんですけど人数はね、マジで。あ、フラッガー、まあ一応 AR の中で一番覗き込みスピードが速い、まあ AR なんですよね、一応設定上な、性能的に言うとそうなんですけど、まあなんでクイックドローとかがあまりいらないかなっていう。危ない、助かった。まあ、一応まあ、イエローサイトとか載せるとね、まあ、ほとんどクイックドローいらない状態になるんですけど、まあ、ちょっと今回クイックドロー、イエローをね、外してるんで、ちょっとクイドロー今採用しますけど。なんでー ?OK。4発、結構ばらまく感じで戦っていく感じをね、ほんと SMG だね、どちらかというと。どちらかというと SMG みたいな AR。ピースキーパーと交換してほしいけどね、本当ピースキーパーもともと SMG ですから。 OK、 一応拡張マガジンで42発なんですけども、まあなんせね42発とはいえ弾のリロードが本当にタイミング難しい、もう弾の消費激しいんでね、やっぱこう角馬がつけてやっといい感じみたいなとこまでありますから、本当に、いやこれ本当よ。うん、そうだね、ラピッパと、まあ、グリップないけんね、なんとも言えないよね。この頭下しは辛いよね。うん、分かる。いや、やめろよって話なんだけど、挑戦したくなるのが男なんですよ、仕方ないね。マジで？もう一人来なさそうだよ。あ、来た、今来るんかい。横切っちゃうもんね。いないわ。いるわ。OK、しゃあ。拡張マガジンの強み、もう42発はデフォルトにしてほしいわ。うん、OK、タイミングがあった、いると思うけどな、来ないかな。じゃあリードしようか。 OKOK、レートが高いって本当に頼りになる。本当近距離だと本当に嬉しい。痛んない今。頑張れ、よし。味方さん？ちょっと腰打ち当たらなすぎやろ。つらいな、これディスどうしようかな。上げたいな、上げたいんだよ。後ろディスだ。OK。OK。あはー、キリティカーマー使えばよかった。ね、みたいですね。うわあ、すげえ当たったよ。すげえ当たったよって日本語はよくわかんないんだけど。いるんだろう。あぶねえ。危ない。後ろから追いかけられるのはあまり好きじゃないんでね。よーし、近距離最強。ラピッドファイアありがとうございます。じゃあ線路とか家裏。おーい。頑張れなかった。さあ敵どこだ。あ、ショットガンも取らせる。部屋の中入っちゃったな。OK。ということで、100対90で、勝利することできました。HBK、まあ、ラピファーそんなにね、苦ではないですね。むしろラピファーつけてありまである。うん。
意外と強いです。使ってる人少ないんですけどね、まあお好みでどうぞ。ということでご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関してはツイッターや動画コメント欄にて気軽に募集しておりますので、もしよかったら、リクエストください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。